夏目先生。おはようございます。今日もたくさん集まってますね。先生、ちょっと。何ですか？なんだこれは。それが書店員が店を開けに来たらもうこの状態だったらしく、警察に連絡したところ、現場保存でそのままにということで。巨色のペテン師夏目暗号殿、他者を貶め着想を盗み私腹を肥やす滞在人、仮初めの王冠で悪行を重ねる貴様を我々は感化しない。貴様が奪った人々の願い、今宵我々が頂戴する。バカバカしいにも程がある。くそ、くだらない、こんなもの。俺はキングだ。信者どもは俺を崇拝している。だがそれはあの願いが俺の手元にあるから。違う、あの願いこそが俺の力の証明、我がキングである証だ。私はせん、私はせんぞ。吠えるしか能のない愚かな勇者ども、来るならば来い、全員まとめて叩き潰してくれる。よし、これで奴が予告を認識したはずだ。刑事さん、いろいろ手伝ってくださって助かりました。ああ、これで俺もとうとう怪盗団の片棒を担いじまったってわけか。今さら何言ってんだ。取引持ちかけてきたのはそっちじゃねえか。褒美にこれからはおっさんではなく、なるべく善吉と呼んでやろう。うん、長谷川警部補というのも長いからな。結構呼びやすいかも。じゃあ今日からはなるべく善吉さんですね。よろしくな善吉。もうどうにでもなれだ畜生。とにかくこれで願いも実体化して宝石の形になったはずだ。奴の奪った願いを頂戴して人々に返す。そして奴の歪んでしまった心を正してやる。奪われた願いを盗み出す。そんで夏目を改心させるぞ。さあ着いたな。ここからどうする。なんだあれ。うわ、夏目の像が倒れてる。あれ伝って上に行けそうだぞ。ペンソナ！よし、願いも実体化しているようだな。気合い入れてけよ。随分遅かったな怪盗だ。いや、悪しき勇者たちよ。ようやく会えたな魔王さんよ。あんたがみんなから奪った願い返してもらうから。愚かにすぎるな。己の置かれた状況さえわからないとは。奴のいでたち、間違いなくプリンスオブナイトメアの魔王だな。いかにも魔王って感じだね。四天王の人たちは普通の服だったのに。てか今思うとあいつらの扱い雑すぎだな。
貴様らはわざわざ我の罠に足を踏み入れたのだ。ここは我の、我による我のための世界。難罪の魔王が偽善の勇者に鉄槌を下すために作られた空間。この場所において貴様らはハムシ以下の存在に過ぎん。自らの悪行を懺悔しながら汚い悲鳴を上げて死ぬがいい。願いを奪って好き勝手してたことを棚に上げてよく言うわね。お前が魔王だってんならよ、勇者の俺らにやられんのが筋だろ。ふん、貴様らその偽善を振りかざし、どれだけの魔族の命を奪ってきた。わあ、完璧に主人公の魔王様になりきってるなこいつ。ごたくはいい、さっさとかかってこい。どれだけ虚勢を張ろうと貴様は恐れている。その偽りの玉座を奪われるのをな。なんだと？そのハリボテで作られた幻想、俺たちが打ち破ってやる。どいつもこいつも俺をコケにしやがって。ユウゼ、そこまで言うなら見せてやろう。俺の真の力思い知れ。オーケー、ぶっ飛ばす。ありがとう。
神の祝福を受けているのか。いないな魔王様。ともあれ祝福属性が弱点みたいだぞ。ぶっ飛ばせ。このまま押し切る。ほっ決める。さよならだ。どんなもんだ。任せた。あその言葉、そっくりそのままお前に返そう。任せるわ。任せろ。我に才能がないというのか。他者の言葉を横取りしたまがい者のどこに才能を見出せ。今のお前は己の魂も誇りも投げ捨てた三流以下の作家だ。くさくさくさ。貴様も同じだ。頼んだ。俺を引き下編集者と思った。おごり高ぶったその動かさ。やるわ。思い知らせてやれ。体力が飛んでた。どうだ今のは二代目カモケミワギだ。なんだそのセリフ、聞いたことある。いただいていく。じゃあ手に引くか。俺も見習うとしよう。よし、はっ、決める。やつは俺が。火炎引くないし、こいつ強敵だ。慎重に逃げ。はい、離せ。先生、はい、俺もヘルソナ、覚悟の時間だ。いいぞ、スキルヒット。今のは良かった。オーケー、ナイス追撃だソフィー。
私、アナライズ完了。セレイン、お見事。これで終わる。我は紡ぐ時期の闇、伝説の魔王の物語を。セレイン、駆け上がったぞ。この上ない傑作が。ここはこれね、使うからね。感謝感激だ。はい、助かった。ここはこれね、使うからね。ここはこれね、使うからね。助かった。文字通り崖の皮が剥がれたのね。このまま決めるわよ。気をつけて。どうか。ピンピン、ありがとう。敵疲れてるぞ。一気に畳みかけろ。しっ、ああ、なに、はい、こいつ強いぞ。強敵で弱点をつくんだ。さあ、受け身よ。はい、この力で。タッタイオーガセッセイ、こいつ手の愛、気をつけろ。はっ、招待カホク、くらえ。そんな言い感じなんだよ。あいつの強化が解除されたぞ。来い、攻めるなら今だ。敵、疲れてるぞ。一気に畳みかけろ。わからん、この我が魔王がやれるというのか。この技、早く試してみたいわね。終わりだぜ、魔王さんよ。待て、お前に世界の半分を。魔王の衣が、魔法の鎧が、いるな。あれが本体なのみたいだな。結局、あいつ自身も全部ハリボテだったってことだ。これまでだ、夏目暗号。何の苦労も知らないクソガキどもが。
まだだ。俺にはまだ作家としての名声がある。大賞を取って本だって売れた。俺にはまだ。お前はそれで満足か。人を欺き洗脳までして手にした栄光は本当にお前が望んだものだったのか。本当のお前は何のために、何を欲して小説を書き始めた。俺は俺うわクソクソが俺だってだ。俺だって頑張ったんだ。読んで読んで寝る間も惜しんで読んで書いて書いて死ぬ気で書き続けた。なのに俺がそうやって必死に書き上げた小説は夏目漱吾の孫が書いた小説に過ぎなかった。誰も誰も認めてはくれなかった。俺の努力を、俺の作品を、俺自身を。どいつもこいつも上目に踊らされるクズばかり。認めろよ夏目暗号の努力を。認めろよ。認めてやる。お前が必死に小説を書いてきたこと、俺が認めてやる。創作というものはどんな分野であれ孤独だ。お前はその孤独と戦い続けていた。歯を食いしばり、己の魂を込めた作品を何度も何度も出版社に送った。その努力、その精神を俺が認めてやる。いかに技術や発想が優れていても、戦いを放棄し去る者は多い。諦めず何度でも作品を生み出せる。それはどんなものより優れた才能だ。かつてお前は確かに戦い続けていた。それだけは仮初めの経歴じゃない。だからまた一から這い上がってこい。夏目暗号、まっさらなキャンバスにこそ描ける絵もあるはずだ。俺もみんなが信じてくれたからこそ自分が進むべき道を選べた。己を偽ることをやめ、一からやり直すことができた。今度は俺がお前を、この世界にたった一人だとしても信じていてやる。クソ、ガキが言いたい放題言いやがって。けどこんな嘘まみれの姿なんて俺は必ず這い上がってやる。自分の実力でもう一度、必ず祖父の小説のような、多くの人の心をつかめるような作品を、みんなに誇れるような素晴らしい小説を必ず書いてみせる。ああ、一人の読者としてお前の作品を楽しみに待たせてもらおう。ほんとバカだな俺は。どうしてずっと忘れてたんだろう。俺が本当に欲しかったものは、鳥かごが崩れる。さあ脱出するぞ。とりあえず終わったな。ミッションコンプリート。取り返した願い、みんなのところに帰ったかな。多分な。ちゃんと鳥かごの外に飛んでったし。念のため町の人たちの様子を確認しておきましょうか。ああ。だがやはり今回もジェイルは崩れなかった。ジェイルはパレスと違う。これはもう間違いなさそうだな。ま、
それはまた後で考えようぜ。あ、行こう、みんな。なあ、さっきから何かざわざわする。これは一体なんだ。私にもわからない。夏目は必死で頑張ってたのに、途中で間違ったことを始めた。夏目はおかしなやつだ。もう一度這い上がるって言ってたな。ユウスケは夏目が間違ったのは一人だったからと言っていた。そのことを考えると胸のあたりがざわざわする。たくさんの人がおかしくされて、夏目は倒すべき敵だったのに、この感覚は何だ。ユウスケと、そうか、だからユウスケは夏目を助けたのか。夏目があんなことをした理由がとても悲しかったから、なんとなく分かった。悲しみは人を苦しめるが、救いもする。人間と人間が支え合うきっかけをくれるんだな。うん、きっとそうだ。さあ、私たちも行こう。でもすぐ七夕祭りじゃん。なのに彼氏予定入っちゃってさ。そういえば貸してた漫画読み終わった？次借りたいって子がいてさ。多分だけどいい感じなんじゃない？ああ、誰一人夏目の話をしてないな。これでいい。偽りの力で手に入れた栄光などあいつにはふさわしくない。これもユウスケが彼の目を覚まさせてあげたおかげね。なかなか活かしてたぞ、お稲荷。うん、勇者お稲荷がこの地に平和をもたらしたのだ。ありがとう、みんな。だが安心はできん。まだ本人を確認したわけじゃない。今はとにかく動向を見守るしかなさそうだな。はあ、じゃあ一段落したってことでお風呂にでも行かない？もうクタクタで。そうだね、少しリフレッシュしてから車に戻ろうか。てことでソフィア先生お願いします。 OK、 一番いい風呂屋を探す。皆様、本日は会見にお集まりいただきありがとうございます。こうした場をご用意しましたのは、皆様にご報告と謝罪をさせていただくためです。まず切削プリンスオブナイトメアが受賞した爽快者大賞につきまして、賞を返上させていただこうと考えております。またこれまで発行した書籍も全て回収、返金措置を取らせていただきます。理由といたしましては、プリンス・オブ・ナイトメアの受賞は私が夏目宗吾の孫であることのみを理由に決定された、いわゆる八百長だったためです。同作品の内容も数ある人気作品から内容を評説盗用したものに相違ありません。加えて病気の女性のためなどと嘘のエピソードで皆様の同情心を煽り、私はその話題性だけで不当な売り上げを手に入れておりました。この件を皆様に謝罪するとともに、返金と活動の自粛をさせていただきます。この度は大変なご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。ちょっと先生、何を勝手なことをおっしゃってるんです。おい、この会見は中止だ。解散解散。下がっていてください。これは僕なりのけじめなんだ。なあ、
おかしくないか。この会見、まさか夏目先生の独断で。編集部が夏目先生の経歴や心情を利用して人儲けしようとしたんじゃ。はっ、おい、なんだ君たちは。俺は許さないぞ。君はパーティーの時の、あの時は本当にすまなかった。逃げることは許さないぞ夏目暗号。帰ってくるんだろうな。分断に戻った時には他でもない夏目暗号の小説を読めるんだろうな。次はみんなに誇れるような小説を読ませてくれるんだろう。ありがとう、ありがとうございます。なんだあの子たち。私はこの件を反省した後、いつか必ず戻ってまいります。たった一人でも私の物語を読んでくれる人がいる限り、僕はずっと小説を書き続けたい。かつて僕が祖父の小説によって救われたように、誰かの心を救えるような、そんな作品を。会見に乱入とは恐れ入ったぜ。無茶してくれやがる。すまない、どうしても声をかけておきたかった。ま、いいけどよ。じゃあ俺は行くぜ。夏目暗号の事情聴取をしなきゃならん。そっか、謝罪して終わりじゃないんだもんね。善吉が仕事してる。なんか本当の警察っぽい。ぽいじゃなくて警察だ。すぐ済むから先に車に戻って待ってろ。んじゃ俺らは引き上げっか。そうね、あとは任せましょう。少しいいか。実は夏目暗号について気になることがあってな。確かに奴は悪事を働いた、その事実に間違いはない。しかしまだらめのような、パレスの主ほどの悪人だったのだろうか。あの編集者たちの言葉など無視していれば、道を誤ることもなかったんじゃないのか。それとも同じ表現者として俺が同情しているだけなのか。どう思う？そうか、確かに難しい質問だったな。引き止めて悪かった。さあ、俺たちも車に戻るとしよう。